ゴミ多いな。やっぱりちょっと川とか行ったらゴミとか落ちてるとやっぱ気になるよね。資源回収やってますけども、やっぱ大事なことだなってつくづく思います。こういうゴミも持ち帰っていただければ、こんなね、あのいっぱいになることないと思うんですけど、でもなんか心が綺麗になると洗われます。浦地域の方々のために、いやー、まあ自分のモチベーションですよね。だいぶ変わります。これもペットだ。やった人たちの後片付けがしてないっていうのも目立ちますね。最後まで片付けましょうよっていう感じもやっぱありますね。ね、あの綺麗になれば気持ちもいいですしね。やっぱ海好きなんで頑張ります。中帝都会慰霊店の方が、まあ、アドプトプログラムというんですけれども、縁を組んで、清掃活動を、まあ、定期的にやってくださいということでやってるんですけれども、まあ、その中で